松平忠之は、江戸時代前期の大名、下総国古賀藩主。官位は、十五位下、ヒが守る。藤井松平家着流六代、松平信之の子として誕生した。上京三年、父の死により、家督を相続する。翌上京四年、弟の信道に一万国を分与した。父の知性である漢文九年以来、幕名により、 学生に批判的な陽明学者の熊沢万山の身柄を預かっていた。その万山の指導により、古賀半領では治水、観拓事業が行われ、成果を上げていたが、一方で万山の幕府批判は止まることがなく、状況を4年に再び下った幕名によりただ行きは万山を古賀城内にて、撤去禁止にさせた。元禄4年に万山がそのまま死去すると、 万山は忠行によって、領内大帝の酒のべじに葬られた。元六六年十一月二十三日、老中、戸田忠正よりの死者の応対をしたその夜に突如、自らの田草を落とした。翌朝、家臣の若山六郎左衛門によってその行為が幕府に報告され、その日のうちに乱心を理由に改役され、弟の信道にお預けとなる。元六八年江戸において死去した。 ありがとうございます。